はい、おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。ブラックザフォール続きをやっていきたいと思います。なんとかね、壁の外には出てきたみたいですが、この先ちゃんと進めますのやらどうやらということなんですがね行きたいと思いますね。走ってジャンプ、おい、来た。ここは何でしょうか。お、ロボットが右の方に蒸気じゃねえ、煙だね、あれはね、吹きながら多分監視してるんじゃねえのかな。走って抜けられるね。OK、 上に行ける。上の方かな、なんだろうね。違うのかな、上でも下でも関係なし。落ちたら死ぬやろ、やりそうやな。あ、飛ばんとあかんねね。これジャンプせなあかんやろな、多分な。おい、いけたね。ここから先が これ多分いかだを向こうにやらんとあかんねやと思うねんけど、どうすりゃいかだが、ああそう飛ぶと落ちるんかい。真上ジャンプ何か物あんのかな。関係ないね。ジャンプすると こんだけしか上には飛べないし、あ、落ちる。この距離では落ちちゃう。何か物がどっかにあったか。これね、登れるやろここはな。登ってこの上、あ、登れる、こうか。はい、でここ滑り落ちるのか。なるほどな。ああ、ちゃんと飛ぶのが難しいな。あれ？難しいね。多分やることは追ってると思うんやけど。 OK で、こうやな。相変わらず向こうか、遠遠景にはロボットがおんのか。もう今は見えていないかな。ここは、ああこれじゃ連続ジャンプってこと。
飛びすぎたらあかんということ？円形にロボットはおるな。やべえやべえ。あむずああ息すんでやってんや。あそこでジャンプしたかんがな。ここまではクリアやねん。こうやな。やべ。あそこ歩かなあかんのかな。やっぱり歩いて前に行ってジャンプ。やべえやべえ、いけたいけた。あんなとこにロボットおるよね。あ、そういう、そういうことね、やっぱりね。早いこと。あ、あかんか。結構ロボットすぐ来るな。あ、何やってんねん。飛びすぎると危険やな。よし、ここで飛んで飛んで。あ、ちょっと足らんのあれで。シビア。飛びすぎるとものすごくシビア。あか、あとちょっとやのに。やべえ。あ、滑り落ちる。けえ、ここやな。やり過ごせるのかどうか。やり過ごせるんやな。け、あー、またこれがある。取らなあかん。取れる。取った。取る前に何かした方がいいのかな。でもな、つける。まずこれを、こうか。まず当てる。で引き寄せてくるんやね、多分ね。端けよね。でこれ多分外すと、速攻で、あっ、とっ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 と、これを取る。引っこ抜いて、でこれで、こうか。でこれ向こう側に行けるんだろう。あっ、それはやばいやろ。
と歩いてみましょうかね。これが、これがあるな。これどう、どこ、どっかジャンプとか、どうやったら止まるんやろな。どっかで止めなあかんのかな。ここなんかある？いけへんな。調子に乗ってちょっとずつ動かして止めてなんかできるのかな。はあ、はあ、これらでこれ使うの、ここか。これこれを使わにはならんねやろな。ここでもいけるのかな。はあ、これは死ぬしかないの？この影を利用するのかな。あ、開いた。これでいけへん。ちょびっとだけ動いて、案外シビアだね。怖いよ。入らへんのかい、ここでは。は？上がんのか。いっそのことこれでダーッと走ったらどうや。上がるのか。難しいぞ。おい、入らへん。どこや。あかん。ここどうしたら難しい。あいつを、こいつをどうにか。どうにかできんのかな、こいつ。この人たち何かできへんのかね。人じゃないけど。この上は関係ないの、これは。赤いラインは関係ない。これやな、動かすとしたらやっぱこれしか現状ねえな。一気にガーッといっといて、ああやり過ごさなあかんねえけどな。
うん、逃げられへんのがね、これ。うまいこと。こうでしょ。影に隠れたいんやけどな。隠れ、あれ、なんか隠れる術があるんじゃねえか。一気に行って走って、え、どうなんの、だいぶ向こうまで行かなあかんねんな、これ。ひょっとしたら、わかんなあ。なんか術があるんや、あるんやろな、絶対な。ジャンプして何か、こうぶら下がれる、あ、ぶら下がれるんか。そういうことな。ぶら下がって。中途半端なとこで止まってくれると難しいよ。こうか。あれ？もうちょっとこっちからやったら。赤のラインがあるから無理、この光があるから無理なの？動かせないの？これ何かができないとダメだね、これね。はあ。ここまだ向こう行かんとあかんでしょ、これは。どうせもうちょいやけどな。あ、これごと破壊するんかい。できるだけ移動させて、これで行けるとこまで。なかなか行かないのかな、やっぱりね。行ってこんな、もうちょ、シビアやな、これで。絶対に通り抜けられへんからな、ここ。もうちょっと向こうまで行かんとあかんのか。分かった、一応やることは分かったけど、スピード上がってくるからな。どこぐらいでジャンプするか。これで、そう、もうまだ無理か。いけたかな。
いけたね。多分これでいけるはず。しゃ。どれぐらい先や。もうこれで。いやー、どっからや、こっからかい。スピードを出して、ここしゃがんでいけたりはせえへんのかな。ちょっと待ってよ、一回死ぬで。 OK ね。これひょっとしてここやったらいけるんか。いけそうな感じ。あ、ここはこれでいけるんやな。ややこしいやり方せんでもな。で、ここからはちょっと使わんとあかんのかな。早いな。あ、これで通り過ごせればいいけどな。通り過ごして、通り過ごせたよ。で、ここか、ここが多分これを使わなあかんねやろな。こんな変なとこで止まらんといて。あ、惜しいな。いけるんかな。これで、ははは、ここはこれでいかなあかんねな、やっぱりな。これでいけるやろ。ウィット。ほう、ここはなんじゃい。あ、これは一旦つけて
て、はい、開いたな。なんか動かせたりはせえへんのかい？もう無理やな。はあ。これ何や？お？何じゃ、新しいギミック、ロボット。ロボさんついてくるね。ついてくるんだね。何をしてくれる？これ開けたからには何かがあるんやろうけどな。どうやって指示するんやろ。あ、登れる。はいはい。これ登れるということは、登ったらいいのか。違うぞ、こっち方向ではない。ってことはここで何かをする。これで、ここではこのロボさん何もできないね。ここになんかヒントは書いてあるな。登れますよということだけが書いてある。ということは登ってここかな。あ、こんなとこでは。は？なんかすごいややこしそうな。こんなとこまでは来いひんやろう。ここでやっても意味がなさそうな。やるとしたらここやな、やっぱりな。はいはい、あ、ここでできる。もうちょっとずれようか。ここやったら、うん、ここではないな。で、この辺まで来て、動いてくれへんど。ではないんだね、ってことはね。ここ。あ、この距離ではダメだな。
もうちょっと向こう。この辺か。登っても何もできへんぞ。どこで登ったりしたらいいわけだ。もう違うんだろうね。この子になんかできるわけじゃないよな。基本的に横にしかずれへんからな、動けへんからな、これな。縦方向の動きはないから、横に何かができる場合やないと。この子ここでは何もせえへんな。どこで何をするんやろ。これはここ終わってるもんね。左右にしか動けないから、何もできへんな。どこで登ればいいのか。ジャンプしようにも無理やしな。行き詰まっちゃったよ。このロボちゃんがここにこんなもんがあるっていうことはね、使えっていうことなんやろうと思うんやけど、どこでどう使えばいいのかが全く想像つかない。ここで。必要もないしな。多分このこれを使う、この車を使わなあかんやと思うんやけどな。これがいまいちよくわからないね。これね、なんやろね。ここもね。ここが。このね、車なんか使って潰してとかいう、中に入ってとか、このケージのねこともあるんちゃうかなとは思うんやけど、でも全然方向がね、違う方向に移動するからね、これね。この辺のカゴもね、ケージも謎やな。ここで何かできる？何もできへん。
ちも結局何かをして通らな、車を移動させて通るんやろうな。そうか。でもこの上にこんだけいっぱい物がぶら下がったりとかしてるっていうのは上も利用せなあかんのかなと思うんやけど、その辺はね、こういうとこでは、あ、いけた。このロボットさん、こっち行けへんし、なんか間違ったかな、どっかで。これ、ここ後ろ向いたね。普通に動くな。後ろを向いたりもするけども普通にも動けるし、あとなんか特殊なものってどっかあるかな。乗れるよっていうだけのことしか書いてないよね、あれね。ここやねんけどな、可能性あるとこってな。なんか乗っかれてぶら下がれるとこっちゅうのもないよな。距離があっても、うん、こっそり歩いても、この配電盤みたいなところ操作パネルは別に。もう反応せえへんしな。なんかできへんな。ジャンプできるポイント、できそうなポイント、結構曲がってるんやけど、この道自体はね。もうあらへんもんね。ちょっと一回落ちてみようか。で、来て、あ、ロボット上にあるんか。これで落ちてきただけか。これをして、で、ここにボテッと、こっちの方から落ちてきて、これか、こういうことね。ははは、そういうことやったんや。
これでまあ手に入ったのは弱いな。普通にそんな難しいことは考えなくていいっていうことなのかな。ゆっくり行くと、ロボさんゆっくり来る。ただロボットくん、ここぐらいが限界点。こっちまで来る？キーヒン？あ、来るのは来るんだ。ここで？あんな遠いとこ行くやつやけどな。帰ってキーヒンがな。ここまで行くと帰ってきて、こっそり行くとここいらと、あ、なんか動かせるの？あ、ちゃうのか。ちゃうな。これなんかできそうやな。ロボットさん、ひょっとして、動く？これなんや。行けるとこには行ってくれるのかな。動いてはくれへんな。操作がこう、ん？あ、動くんだ。これで動くんだね。わかったわかった。ってことは、わかりましたよ。ここで、これで OK か？ OK や。やーっとわかったわ。で、こっちに来いと。ん？あ、一回走で連れてったりと。わかった。まあ、このロボットが操作できるということが分かったから OK だね。はい、今回はここまでということにしておきましょうかね。はい、まあまあ、ここまで来れただけでもまあよしとしましょう。
難しいね、やっぱりね、考えないとね、何ができるかっていうこともね、考えないといけないから難しいです。はい、なんとか、詰まずにここまで来ましたけど、はい、どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。